湿度が半端ないですね。穴蔵です。小指を意識したことありますかね。ずっと前ね、9世紀の頃ですけど、昭和のね終わり頃の本で読んだことありますが、小指にねちょっとした重りをつけるとね、緊張が和らぐとかね、体調が改善するとかいう話の本を読んだことあるんですね。まあそれと似たようなことで、グーにするとね体に力が入ると、まあ、それはなんとかわかりますよね。戦闘態勢の時のような時はね、握りしめる傾向ってあると思うんですね、緊張とか。じゃあパーはその逆だと思うんですね。だからね、自分は意識してね手のひらをね開くようにしてますよ。まあそれと同時にね、呼吸に関してはねこういう意見があるんですね。グーにすると胸式呼吸、胸ですね。で小指とね薬指をこうやって内側に入れると腹式呼吸になるっていう。まあその辺はね、自分は正直言ってねプラシボ的なものもねあるんじゃないかとは思いますよ。グーにすればねこっちが動くと思えばこっちが動くでしょうし、こうすればねお腹が動くと思えばお腹が動くでしょうし、なんともねその辺はね正直わかりませんよ。信じていればねそういうふうに動くんでしょうし、まあですけど先ほど言いましたようにね、グーにすればねどうしてもね緊張が走る傾向があると思うんでね、できるだけ開くようにしたり、で小指とね薬指をね気持ちプラシボでもいいから内側に折るような、まあ、おまじない的なことはねやるようにしてますよ。でもね薬指も小指もそうですけど、昔からねそういうふうにね言う人がいるからね、まんざらでもないかなと思いますよね。こうやってたりこうやることによって体の反応が違うわけですから、そんなことは思いますよ正直。で以前から話してますけど、ほんで手っていうのはね本当重要で、脳のね支配領域っていうのはね広いですから、そういうのを意識してね生活するのもいいと思いますよ。手をね動かす生活習慣とか、まあ自分はね手にはねたくさんのツボがあるって言いますが、それもね体中はたくさんツボがあるんですよ。足もそうですが、まあそれでも脳のね支配領域ってことを考えると、刺激するにね越したことないなと思ってね、こうやって揉んだりね反らしたり、この体にね響くような気持ちでこうやって反らしたりはしてますよね。指一本一本どうしても緊張が走ってると内側にね来る傾向っていうのは強いと思うんで、その逆をね狙ってるわけですよ。一本一本ねこれしっかり揉むんですよ。普段はねもう少し時間かけますね。で今スマホでもパソコンでもネットを使ってるとね同じ体勢になるんでね凝るんですね。人間っていうのは同じ体勢が良くないんで、手とかね腕とか全て、ね、影響してると思いますよ。それがね首に行ったり、この辺が凝るとこの辺が凝って、この辺が凝って、背中が凝って首が凝ってとかね、繋がってると思っていいぐらいね体ってね連結してると思ってますんで、まあこの間プルプルやったり、こういうふうに揉んだりねプルプルしたすることによってね血流も良くなるんじゃないですか。ですからねいろんな意味でね脳にもいいし、手のひらっていうのはね重要なパーツだと思いますね。こうやって揉んだだけでスッキリするんでしょう、まあ、悪いことじゃないってことですよね。また今日もねここ偉いね人が通るわ、偉い止めてますよ。話がね分かんなくなってきちゃう。まあそんな感じでね、腕っていうのはね手元にもちろんあるし、気軽な箇所なんでね、こうやって触ってほぐすのはねすごく有効だと思いますね。で今日の体調はですね、今日も曇りです。で昨日晴れて、曇って晴れて曇ってみたいなね、ちょっと極端なんでね、体がちょっとついていってないですね。昨日はね昨日話した通り夕方以降もね体調よく過ごしたんですが、今日はちょっと寝起きからねなんか軽くこの辺が重い、そんな感じでね過ごしましたんでね、もう一つってとこありますね。まあですけどね、えらい体調が悪いわけじゃないんでね、今後も大きく悪化するって感じではないですね。まあそれでもねこうやって、外でねちょっとパラついたりもしたんですよ。まあそんな中でもねウォーキングしながら気分のリフレッシュして良かったと思ってます。ありがとうございました。穴蔵でした。